今回は東大異端児スペシャル特別編。ある競技で全米代表に選ばれた東大絡みの美しい女子高生、初耳ピーポーさんが暮らしているのはアメリカ東部に位置するアトランタ。巨大なガレージ付きのおしゃれなご自宅に伺うと。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。可愛いですね。今素で言ったね。スタイル抜群の初耳ピーポーさん。足が綺麗。ゲストルームの横を抜けリビングへ向かうと、うわ広い。お母さんです。ママ。お母さんの奈美恵さん。綺麗。料理が得意で、初耳ピーポーさん曰く、レストランのシェフ顔負けの腕前だそう。めっちゃおしゃれ。そして奥から出てきたのがお父さんのミノルさん。東大卒。自慢。東大の大学院で博士号を取得し、現在はジョージア工科大学で教鞭を取っています。すごいな、これはすごいな。そんなお父さんから英才教育を受けた初耳ピーポーさんは、今年18歳になる全米が憧れる日本生まれの女子高生なんです。生後5ヶ月でアメリカに渡り、ある競技の全米代表として活躍した結果、12年間取ったメダルです。これまでに獲得したメダルがずらり。すごい数。その数なんと100個以上。アメリカのナショナルチームに入って、だからチーム USA のレプレゼント。そんな全米が憧れるスーパー女子高生にテレビ初密着。おはよう。起きて最初にすることが、なんだ、体重測定。俺の小学生の時の体重。育ち盛りにもかかわらず、かなり体重管理には気を使っているんですね。これは大ヒントでございます。体重関係あるの？学校に向かうのはまだ日が昇る前の時間帯。授業は朝7時10分からスタート。東大卒のお父さんから英才教育を受けたこともあって、在籍するのは成績トップレベルのクラス。すごいですね。For KA, we're supposed to have 4.57 exactly. 4.77, I think, is exact in the book. All right, we have 5.01. Our group is a mentor. That's true. 笑い方が一体どこに笑いの要素があるのかわからない高度な会話が飛び交います。レベル高いわ。部活はオーケストラ部でバイオリンを担当。かと思えば、放課後は友達と一緒に K-POP ダンスの練習。クラシックだけでなく、あらゆる音楽が好きで幅広くチェックするんだそう。それでは、全米が憧れるスーパー女子高生のお顔を拝見。あることで全米代表に選ばれた彼女の顔がこちらだ。篠原エレナさん17歳。あら、かわいい。東大卒のお父さんに育てられた才女は、一体何の競技で全米代表になったのか。綺麗だわ、確かに。はい、おさむちゃん、 VTR 降りてますよ。間抜けずらして VTR も降りてますよ。体重で分かんなくなっちゃった。体重で分かんなくなっちゃった。体重で分かってよ。体重で分かんないけど、こっちはヒントで出してるから。体重をボクサー、ボクサー、おさむちゃん、ダメー。全然違いますから。ピーポーさんの方が文武両道のスーパー女子高生が全米代表になったのは、あの大人気スポーツ。すごいでしょこれ。すごい。それでは正解発表。全米が憧れる女子高生篠原エレナさんは、何の競技で全米代表になったのか。何やら準備体操を始めたエレナさんを見ていると、
驚くほど体が柔らかい。もう分かりましたよね。すげえ、すごい。そう、彼女は新体操で全米代表になったんですね。エレナさんは動きのキレと道具使いのうまさがズバ抜けているんですね。さあこれ見てください。バク転しながら左足でなんとこれリボンを引き寄せてるんですね。これすごいでしょ。これ6歳の頃から新体操を習っているエレナさん。2014年にアメリカ国籍を取得し、15歳で念願の全米ジュニア代表入り。密着中に開かれた大会でも見事に優勝。学業と新体操の実績が評価され、全米を代表する超優等生として表彰もされているんです。学業と新体操ともに全米トップレベルで活躍するエレナさんを育て上げた東大卒のお父さんにはあるポリシーが。子育て本とかあるじゃないですか。ああいうのを見て、あ、よしうちもやろうって言ってこうやって当てはめをする。あれが一番の問題ですね。子供を東大に合格させた親の本を読んで真似しようとしても、その環境が子供に合っていなければ全くの無意味。子供の環境に合った教育法を親が考え正しく導くことが何よりも大事だというのです。エレナさんが10歳の時、実は大きな壁にぶつかっていました。学校の勉強と新体操の練習が忙しく、日本語の勉強が重荷になっていたんです。そんなエレナさんを見て東大卒のお父さんが下した決断が。そこで漢字をどこまでやるべきなのかなっていうのを親として考え始めて、でアメリカで暮らしていく中では、会話ができればまあいいんじゃないだろうかと。で漢字もこれからはパソコンでも携帯でも書くんじゃなくて選ぶ時代、選んで読めればそれでいいということで、あるところから漢字を書く練習をやめました。子どもの負担を見抜き、漢字の書き取りをやめさせるという思い切った判断をしたミノルさん。その結果、他の学業と新体操に対する集中力は上がり、エレナさんは全米トップクラスの優秀な高校生に成長することができたのです。なるほど。これは本当にお父さんの判断がお見事と。